変かな。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いけど。電気ついた。うわ。こんなん現れんの。1000円以上やった。じゃあ、はい、でね。買ったらコロッケ、ホットコーヒー。寒いからホットコーヒーがいいな。ホットコーヒーがいいな。最初はグー。はい。最初はグー。じゃんけん、はい。はい。こうで、はい。はい。こうで。夜の風景はこんな感じです。天気が良かったらもうちょっと夜景ここから綺麗と思いますね。朝ごはんも大して食べてないし、とりあえず朝兼昼になりそうやけど、ちょっと気になるお店に行ってみようと思います。それでは出発。現在湯浅ごぼう道路、湯浅パーキングエリアに行ってます。ここはパーキングエリアやけど、ファミマがあってええよね。湯浅は醤油が有名や。ソフトクリーム、あの醤油ソフト美味しいよね。おい醤油して、おい醤油がまたキャラメルみたいな味なんねんな。今からどこも当てはないねんけど、とりあえずなんかな、ゆらちゃんぽんっていうのがなんか美味しいらしいねのな。白崎海洋公園の近くやって。白崎海洋公園行こうや。なんでも歩くのイラ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 ンばっかり言う。まず一つ目の目的はゆら町でちゃんぽん食べる。その後はまだちょっと決まってないね。とりあえずちゃんぽんまで行きましょうか。白崎海洋公園に行く道沿いにあるお店、大川さんっていうねんて。多分 見た目喫茶店やなと思ってて、私はこのゆらちゃんぽんを食べるから、お父ちゃんは何でも。来た来た。どうぞ、先にお食べください。普通にこうやって切ったらいいんじゃん。はい、ありがとうございます。すごい、めっちゃびっくり、めっちゃ山盛り。あんかけみたいな感じだな、うん、細麺、細麺、うん、俺の好きな。ちゃんぽんって太麺、これ細麺。あ、そうなん、うん、美味しいやろ、うん、いろいろ具入ってる。ごちそうさまでした。すっごい量が入ってたからお腹もパンパン。大川さん、ありがとうございました。次はどこ行くんかな、お父ちゃん。広告寺、醤油の里か天狗の里かしら。じゃあちょっと行ってみましょうか。5分ぐらいかな、ここから。天狗醤油広告寺、あ、天狗さんが書かれてるわ。天狗醤油広告寺、本寺は鎌倉三代将軍源の実朝の菩提を弔うためか。風が気持ちいいわ。これ秋に来たら綺麗やろね。もみじ、うん、この緑のもみじも綺麗よね。赤いもみじばっかりじゃなくて、こんな緑のもみじも綺麗。電気ついた。うわ、こんなん現れんの。すごい。石な、この石。この石を数億年前の水がここに溜まってんねんて。でな、これを触りながら願い事を唱え、天狗様にお願いをすれば必ず叶えられる。
石ですね。うん、迫力あるよな。これはちょっとビビるよね。え、広告寺が、美味しい棒に乗ってんの、そこには天狗乗ってんの。天狗は君井寺からずっといてんの。由良町広告寺で御朱印を書いていただきました。すごい天狗さん、ありがとうございました。いいお寺でした。秋にまた来ましょう。秋に来たい。なんかすごい、空気もいいし、ね、気持ちもいい。スーッと心に入ってくるお寺やね。三品中津ふるさと三品展示販売所。こもちあゆにしよっかな。あゆの一夜干しで3つで820円と1070円と、あ、こっちも1000円以上買ったらコロッケ、ホットコーヒー。寒いからホットコーヒーがいいな。ホットコーヒーがいいな。最初はグー、はいはい、最初はグー、じゃんけん、はい、はい、こーで、はい、はい、こーで、はい、はい、こーで、はい、こーで、はい、勝った、勝ったね、まあ、今どう考えても負けてくれそうやったのにパー出さへんから困ったいたやんか、はい、ね、ホットコーヒー、ホットコーヒー、ホットコーヒー、はい、すいません、もう目つぶってやってたもん私。はい、ありがとう。温泉お宿喜作、温泉食事お宿喜作。じゃあ行こうか、こっち、え、こっち、こっちやった、なんや、こっちか。入浴料700円。あ、ええ匂いしてる。こんにちは。あ、こっち女性ね。あ、お父ちゃんこっちね。こちら川で温泉喜作のりさんがとろとろぬめぬめ系の温泉です。いつも抜けない私の指輪が抜けました。トロトロにぬめぬめ系の温泉の私のバロメーターです。川辺温泉喜作の湯さんやな。ありがとうございました。最初な、いつも私 の、 あのバロメーターの、 あの抜けない指輪やねんけど、最初抜けへんって、ここはトロトロぬめぐらいかなと思って、でしばらく入ってたらやっぱり抜けたから、ここはトロトロぬめぬめ系温泉に認定です。ええお湯やった。ちょっと緑がかってたね。大きな声では言えないけど、人が少ないな。ゆっくりできる。ゆっくりできる。休憩のとこあるしな。そうそうそう、ゆっくりできた。それでは今日の車中泊スポット、まだちょっと考えてないけど、晩ご飯の買い出ししてまた考えましょうか。阪和道路、はい、木の川サービスエリア上りです。夜の風景はこんな感じです。天気が良かったらもうちょっと夜景ここから綺麗と思いますね。向こうは下り、濃厚味噌にしてみよう、濃厚味噌、ブラシのしめじさ、豆腐2個やけどいい、豆腐煮上がってから豚入れるし、ま、豆腐も後で入れたいんじゃ、豆腐もう入れた、まだ残ってんやろ、あーそう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 、はい、今日は疲れー、乾杯。とりあえずもう火使うもんだけ使ったら中入り、うん、今日はどうですか、いいにしてるから無心ってくれた、大丈夫、今日はだから行くだよ、はい、行くだよ、いいよ、あ、豚入れよ、入れよ入れよ、はい、どうぞどうぞ、豚入れてって、どう味噌の
濃厚味噌鍋。熱い。熱い。今日はうまいこと言ったね、ご飯も。ね。濃厚味噌鍋。よかったね。うん、あのプチッと鍋。うん、ね。パンダさん、こんにちは。やっぱり白浜近いからやね。あれ、パンダイスや。パンダイス。お父ちゃん、ただいま。